今回俺と巨人の激闘の143日物語実況21回目は横浜3連戦からスタートしていくからね。今回も2カードプレイ予定になりますのでね、横浜戦とそして広島戦、合計6試合ということで、この横浜にはね、前回対決スイープして、ほんで現在ね、セリーグで唯一負け越してない球団、6勝6敗ですからね、まあ唯一得意にしてると言ってもいい球団、今回の対決はどうなるか、またスイープしたのか。ただね、シーズン後半戦が前回から始まりましたけど、ちょっと苦しいゲームもそうですが、怪我人もね、続出中で今、巨人の流れも悪いですからね、1戦目なんとかまず勝てるよう、今日のベストオーダー先発はこんな感じで、でチームがチャンスになるとプレイしていきたいと思いますのでやっていきましょう。雨ジャジャブリ、こんな中野球はするもんじゃないですけども、今季13回戦目、後半戦最初の横浜戦ということになりますね。相手は伊能、まあ、大した成績残してないので、チャンスで溢れる一日になりましたね。すぐになったね。さあこのチャンスしっかりと送りバントを決めて、まずはランナー三塁へと進塁したいところだが、どうだ、おい、ファール、ワオ、マジで結果2ストライク、ワオ、もう打ちに行くしかないね、こうなったら。ちょっとバント決めれないわ。最低、まあなんか進塁打になればいいんだけどね、最低限の形で。お、どうだ、ヒットになったわ、最高、ありがとう、重信でタイムリーヒット、ごっさんでーす。ちょっと予想してなかったんですけどね、あ、もう最低限してくれたら十分だと思ってたんですけど、まさかのまさかヒット打てましたわ。重信自身が一番驚いてるでしょうね、なんで俺打てたんだろうってナイスだ。さあまだまだ来るよこれね、こうなったら1回、あーもうこれ、お前もうまたこのね、これやった時の勝率0割、ああいつも負けとるから。ここ最近長野さん使って月しか打ってないわ。ああこんなバッティングしたらすぐ点取られるわな、納得だよ、仕方がないね。でもね、で0が続くぞ、久々のチャンス来たね。おーし、クロムセンター前弾き返して、さあホームとことことこって行きたいけど、ここは冷静に、野球は冷静にするものだ、慌てなくていい、そういうものは弱いからね、大丈夫、俺は強い男だ。で次阿部だしね、冷静に考えればこれはもう確実にここで点が入りますから、入らなければもうパープルやめますよ、それくらいのレベル、あくまでもレベルね、例えの話だから本当にやめやしない、まあでも入るから心配はないけどね。まず3ボール、勝負にも来れないか、チキンが来いよ。はい、フォアボールね、1球も入らなかったわ。さあ長野さん、さっきのリベンジしましょうね、ここでまたゲッツ打つわけにいかんよ、本当ね、シャレにならへんで。ここは、え、1試合2度の、え、リプレイかな、はあ、こうなっちゃう、チャンチャン、イエーイ、真似してみろ、真似できんだろ、いやいやい、すげえっす、俺天才っす、ゲッツ打つね。はい、皆さんもなんかゲッツーが必要になったら俺をぜひ呼んでください、すぐにあなたの元へ駆けつけてゲッツーって帰りますから、そうしましょう、そういう仕事始めたいと思いますわ。儲かるかな、億万長者になれるかな、なりたいな。はいはいはい、もう仕方がないですね、ここで点取られるのもね、谷岡さんが取られたのかな、誰が取られてももうええわ、1試合2度ゲッツー打ったチーム勝てるわけないから。さあ調子のいい山本代打でいきましょう。ただノーアウトですからね、ここから何かが始まるかも。まあ今日は比較的打ててますからね、チャンスは作れてるし、まあそこからゲッツー打って潰してますが、ここからまた始めていけばいいんですけども、これは落ちそうにないですね。ここ最近なんか相手の好守備に阻まれるシーンが非常に目立ちますね、前回の中日戦もそうでしたけど、梶谷がこんなプレーできるわけね。さあ一撃で取り返せ、今日の先輩間違いなくあんたですよ、間違いないね、それはね、リプレイかなと思うようなね、芸術的なゲッツーを2度打ったから、限られてる地球上あんなことできるのね。はい、しょうもない、ツーアウト、で宇佐美頼む、奇跡を起こせ、当てるのがきついな、とにかくあとアウト1つ取られたら負けるの、この横浜戦のスイープがなくなるの阻止したいね。はい、当てただけで結果正面アウトで試合終了。
はい、聞かなくてもわかるだろ、ゲッツーだよ。さあ続けて2戦目の先発、相手はなんと山口慎が先発というわけで、まあ今やリアルでは巨人の選手ですけど、このペナントではそうじゃないですから。いや今日は山口は打って攻略してもらいたいけどもね、まあ、調子のいい選手を今日ベストオーダー並べてみましたので、いやほんでさっきのリベンジをやっぱしていかないとダメだなと思いますので、今日はチームがピンチ&長野の打席に注目してね、過ちは2度繰り返したけど2試合続けては繰り返さない、もう大丈夫です。今日はね、いやもう試合の勝利に大きく貢献する大活躍してくれるんじゃないでしょうかね。あんな恥さらしておいて今日も恥さらしたら本当にね、首にする選手が多いです。1年目からね、もうすでに候補とした3人くらいいるんですけど、また増えるよ。まあでも大丈夫、今日は打つから。おお、山口なかなか優秀な成績残してるんじゃないでしょうか。 3.83 か。さあその山口をすぐ攻略したいんですけど、取られるのはこっち宇都宮さんやね。さあ行こう長野。まあ今日の試合ぶっちゃけね、負けてもいいというわけではないですけど、お前で打てたらええわ、うん、長野で打ちたい、シンプルにね、勝つ負けるよりも。でもさっきの本当リベンジしたいんでね、ゲッツーも多く打ってますけど、ホームランもこの選手使ってもう4本5本俺打ってますからね、うん、投げました。だから今日打とって言っとるやん、うん、ゲッツーより最悪やで、それね。キャッチャーフライはねえわ、一番盛り下がる。よーし、中間山口攻略して2点取って、さあ長野。もうフラン取ってよお前、もうええわ、帰れよもうそのまま、ええわええわ、誰も文句言わんわお前、そのままもう家帰ってもね、二度と来なくていいってなるよ。マジかお前、大絶賛足引っ張り中ですね。どうしようもねえわ本当ね、野球してほしいやつがしてくれないんでね。なんかキャッチャーフライ打つのが自分の仕事だと思ってるやつ一人とね、中継ぎで出てきて毎回試合ぶち壊しにするやつ一人二人いるんだよ、そういうやつがね。あ、怖えな、野球する環境じゃないっすね。あー、これも取れないね、ホームに行かれるか。いや、よかったストップしてくれたよ。今のもね、動けるサードがいたら取れてんだよ。で、弾き返されて、長野の前に落ちる。外野前進しときゃよかったな。はいはい、勝ち越しだ。もったいないね。取れる範囲だったよ、しときゃ。はい、アウト。もう、3点目取られましたから、取り返さないとね。あーで、来るのはピンチか。宇都宮踏ん張ってくれ、頼むから。ここ最近のお前のピッチングは情けなさすぎるぞ。怪我するわ、いいピッチングしねえわ。ベテラン勢がね、情けなくて野球できないんだよな。そういうとこ引っ張らないと勝てないもんね。ベテランが思いっきり足引っ張ってるっていうね、まあ悪いとこが全部出てるんじゃないでしょうかね、巨人のね。このペナント生え抜きクソで、ベテランもクソ、頼れる存在わずかしかいねえ。どうすりゃいいね。でこれも弾き返されないと前、お手本のようなね、長野さんでこういう打球を打ちたかったの、あのチャンスでね。やったのはゲッツーだ。さあ長野さん、3打席目来ましたよ。今日何もしてない、何かしてほしいの、何のアクションも起こしてないよ。キャッチャーフライ、キャッチャーフライ、ショートゴロ。何これ、プロじゃないでしょ、アマチュアでももっといい打撃すると思う。あと2点がものすごく遠いわ、まあ、少なくともこの2点取れたとしても長野で取る2点ではないわな、それはわかる。おーい、そう、岡本よく止めたか、投げるのがちょっと危ないが、まあでも結果アウトだ。よく取ったって、普通に取れるプレーやからね、飛びつかないと取れない方が遅い、ね、おかしいし、ほんでまた送球も投げるまで遅いし、投げた送球もふんわりやし、なんやねん、プロ名乗れるやつほとんどおらへんやんけ、このチームね。恥ずかしい野球するで、抑えろ、ここはなんとかね。あ、取れよ取れよ、よし、はい、これで OK。 結果このイニングでゼロですね。さあ超のランナー1人2人溜まってるシチュエーションで回ってきた、一撃打てるか。ただピッチャー安明、セットアッパー安明がクローザーちゃうんや、パットンやね。ってことはさっきの試合もそうだ。うーわ、打てるわけねえべ、キレッキレやんけ。いやー、当てるの精一杯。当てるの精一杯です、ほんと。これも危ないキャッチャーフライになるとこだ。斬新、最後の全力なんてずりーよ、ホールストレートかい。ナメプやな。あ、でも1点取れたわ、その後ね。
1点取るも守りきれなかったんでね、4対3で敗北。まあ、今日はね、山口にも抑えられ、筒香にも打たれといった1日になりましたね。蝶野さんを使ってみるも、前の試合のリベンジするどころか、前の試合より ひどい凡退を重ねてしまうっていうね、ただただ打てないっていう。4-0 です。そして、1打席目、2打席目、キャッチャーフライ。ファクユーだよ。前の横浜戦のスイープは何だったんだ、夢だったのかな。はい、結果負け越しですね。あや、ほんで広島マジック41が点灯しました。ので、巨人のゲーム差とマジック考えれば、もうリーグ優勝がなくなるのは寸前のとこまで来てるということになりますね。もうそろそろ俺たちのシーズンが終わりそうだ。何度も繰り返し言ってますが、このシリーズ、優勝の可能性がゼロになった時、そこからもう試合をプレイするのはやめますからね。オート進行で一気にシーズン終了まで見ていきたいと思いますのでね。3戦目のベストオーダーこのようになりますのでね、今日は絶好調の小林を打順6番で使おうと思う。ラッキーボーイが何かを起こしてくれればいいんですけどね。ほんで、最後はチャンスピンチでのプレーになりますから、なんとか1勝でもできるようね。スイープやったらスイープやられ返す、それじゃダメでしょね。勝ちましょう、1勝くらい。最後プレイボールだ。まず取るのはあっちかな。いきなりピンチ、今村踏ん張らんかい。軽々とやるんじゃねえぞ、これも下位打線のとこでな。おし、倉本は三振。まあこの辺はね、まあでも倉本も舐めちゃダメなバッターですからね。チャンスで結構打ってますから、まあ、唯一のね強みというかそこだけが唯一のアピールポイントですからね、さあこのピンチ、軽々と抑えれたね。まあ下位打線ですし、あでもその後すぐピンチ作るし、マジで。またこれ筒香のとこでピンチ来そうだな。お前ピッチャーに出塁許してんじゃねえかこれ。おいーす。ただこのフォークで今日はなかなか三振が取れまくるね。倉本を続き柴田もだ。さあ宮崎、まあ本当に怖いバッターはここからっていうね。でも全然打ってないよ宮崎ね。どうしたの。ちょっとこれではブレイク果たせてないですね。あかんですね、首位打者取れないですねこれじゃあね。驚きだな、こんな打たないもんなんだね。さあこちらもチャンス来たよ。これ今日国吉防御率 0.93、 投げたイニングがそんな多くないんだろうけどね。ノリノリということもあってこれは打てないな。おいー、打てたわ、ナイス。阿部でタイムリーツーベースにはならないね。まあでもタイムリーにはなりましたわ。オッケー、先に取ったのはこっち。いや自分でもびっくりだね、まさか打てるとはね。強い打球が抜けていく。センキュー。おいで、チャンスまだ広がってる。さあ、ラッキーボーイ小林で、今日何かを起こす。チームの流れを変えれる選手だと個人的に思うんでね。やっぱ打席に入れば何か起こすよ、この男は。三振かい。さあ1点は取ったが、それを守りきるのができてないからね。まあ、今日はここまで今村でゼロで来れてるけどもね。あーちょっとまずいかもこのカウント。まあ慎重に、よーしいいぞ。で最後はもうアウトロー落とすフォークで、ナイスピッチじゃないと三振取れないな今のは。あーまあ今のも怖い球だ。インコースシュートをえぐろ、弾き返されて、またこれセンター前に落ちる。もうこのパターン何度見た、これしか見てない感じ。お腹いっぱいだわ。月柴田、まあぶっちゃけこっちの方が楽ですから、しっかりと抑えましょう。あと一つ取れば終わるんだからね。わおわおわお、なんなら振るお前。おお三振やね。とにかく見てくるね、結果を抑えれたけども危ねえわ。さあこれ今村も交代でしょ、体力的にもね。もう調子いいし桜井でいいんじゃない。あ抑えたね、ナイス。さあどうなる、あ近い、青山が代打で出てきてるね。打とうか。亀井がね2軍に落ちたので代わりに上げた選手になりますが、おおその青山ね、わーおいやー、もうこんなプロ初本塁打でええやん、あの黒いとこね。よし取れん、2点目取れたけども、いやまだプロでおそらく1本持ってない選手ですからね。その選手の打球はあの黒いねカバーのとこで弾かれる。もういつも言うとる、あそこホームランやろ。ちょっといい加減ルール変えてくれよ、悲しいぞあそこホームランじゃないのね。
おいーす。でもまだ続くね。ホームとこ、ホームとこ。どうだ。うわ、余裕でアウトじゃねえか、もう。くだらないプレーだな。こういうミスはなしだよ。さ、最終回、抑えろよ。はい、ゲームセットですね。連敗もストップ。よかったよかった、最後に1勝できただけでもね。ちょっとぶっちゃけ今日のゲームあまり勝てそうな感じしてなかったんですけど、意外にも勝てるっていうね。勝てそうって思ったゲームが勝てずに、あ、今日無理だなと思ったゲームが勝てる。なんだろうこの感じ。噛み合ってないような感じしますが、まあいいんですよ。勝てれば何でもいい、いつも言うとるやろ。今村は好投してくれましたね。相手打線を完璧に抑えての今季3勝目。まあ今村だけじゃなく今日は中継ぎもね、かなり良かったですよ。まあ田原というね邪魔者が投げなかったのでね、それもあってか今日は抑えました。桜井なんてね、まあずっとビハインドで使ってますけど、この数字ですからね、接戦陣変えてもいいかもしれないね。もう期待できる数字を叩き出してますので、中継ぎのエースは桜井でいいかもしれない。これからね、桜井を中継ぎのエース起用で、そしてね、今田原使ってますけど、こいつをどこで使うか。まあリード地あたりで投げさそうかな。もうゲッツー打ちまくった長野さんが全陣打つかのだ。僕まあすぐ戻ってこられるとはいえ、打てないんだから、せめて体だけは頑丈であってくれよね。なんでだよ、打てないし体弱いしって、魅力ゼロやろ。もうやめてくれそれ。好きになる要素がだんだんなくなっていくこのチーム。さあ次は広島3連戦ということで、前回対決はね当然のごとくスイープされ、鬼強い広島との対決、やりたくはないですけども、来た以上は仕方がないし、まあこの動画でね、あの首位にマジックが点灯してしまいましたから、これドベと首位との直接対決ですからね、負ければ一気にゲーム差は広がっていきますから、下手すらこの動画でリーグ優勝がなくなるという可能性もなくはないですよね。はい、なのでまあ勝てるようにねやっていきましょう。地方球場で行われるまず1戦目ということでね、ただでさえ強打のお前広島がこんな球場に来たらさらに打つやろ。だから今日こそ今日は菅野だね。行きましょう。この男が万全な状態なので、あんで田口もいれば中川もいますからね。いや、この3連戦勝てるチャンスで溢れてる1試合だと思いますよ。さあ今日のオーダーはこんな感じで、で1試合チームがピンチ&阿部に注目してやっていきたいと思います。ここまでの成績はこんな感じですね。なかなか優秀な数字残してるんですが、ここ最近あまり目立った活躍がないんでね、今日こそチームを引っ張ってもらうような打撃をしてもらいたい。野村と菅野、どういう戦いになるのか。どちらも超一流ですからね。まあ一時期菅野がね勝てない男、野村はね勝てる男としてちょっと話題になってましたけどね。援護の差もありますからね、勝ち星っていうのは。今やどちらも勝てる男ですから、リアルではね、このペナントでは菅野さん全く勝ててないからね、援護もないから。今日の試合はどうなるか、ホコタテ対決じゃないですか。勝てない男と勝てる男最高。おいーで、阿部の打席来たね。行こう行こう行こう、一発振り回して、まあ、いつもここでやるときはもう振り回すバッティング、それが一番合ってると思うんでね。さっき青山で打った打球はね、確実にここだと入りますから、まあ、ただこういう結果にもなりやすいっていうね、なかなか芯で捉えられないからね。1点取ったのはこっち、だがその後すぐピンチを作り、ここでエルドレッド、菅野の天敵ですわ。やられとるからね、ここでもやられるわけにはいかねえんだよ。え？スタンドに入りました。こわー、あぶねえっす。最後スライダー、おい三振だね。追い込めばまあ三振赤徳持ちですからね、簡単っちゃ簡単なんだけど、まあその前の打球があれやからね。ヒヤッとしたぜ、今俺の中の時が全部止まったわ。なんなら昔の思い出が流れた、走馬灯だよそれくらい衝撃的だったよ。ヒヤッとしたわ。飛距離は十分でしたね。森の中へと消えていきましたから、森の中の動物に当たった可能性があるね、あのボールねよし、ここは抑えました、なんとかね。危ね、怖い。さあこちらもじゃあ飛び抜けた打球を打ちましょうか。1点ちなみに誰が取った得点なんだろうね、後でまた確認していきましょう。おそらくホームランで入ってると思うんでね、誰かに生まれたんじゃないかな。あ、阿部のうまいバッティングでチャンスを広げたね。おーイエス、いいぞ。何もホームラン打つのが全てじゃないよ、野球はね。こういう柔らかいバッティングっていうのもまた野球の一つの魅力だよ。個人的に一番大好きなやつね。左バッターがこの辺ポトリと落とすやつ、大好物ですわ。ホームラン以上に見どころがあるね。YouTube でこの動画ばっか見てるよ、俺は。うわー、でもここでまたピンチ。まあ、2点目は取れたのでしっかりと守りましょう。ただ、この石原がやばい活躍してるんでね。
これおったら日本シリーズ、クライマックスシリーズでしたっけ、負けるわけねえな。それくらいの活躍だよ。2017年のクライマックスシリーズ、石原が結構足引っ張ってた部分もありましたよね、確か。これいたらでも負けるわけがない。さあ野村にフォアボールはありえないぞ、これはね、言ってますけどね。はい、もう当然ですね。はい、ちょっとピンチ続いてますが、なんとかここも抑え、今のところは勝ってます。さあね、先ほどの柔らかいバッティングが得点につながったんだからね。じゃあ次は豪快な力と技術を兼ね備えてる、それが阿部だよ。衰えてもなおまだ一流なバッティングできている。おえー、つきましたね、ありがとうございます。阿部の今季9号ホームランというわけで、このシリーズ阿部でホームラン打ったこと確かまだ一度もないような気がする。これが初めてかもしれませんね。はい、ちょっと記憶にないですが、ここで出ました、いただきました、狙ってましたね。2球続けてのサークルチェンジ、舐められたものだよ。弾き返すのに決まってんだろ。いや、俺野村との対決の時はいつもこの球待ってますから、いいとこに来てくれたね、いい変化球がいいとこに来たのはいいんですけども、1点差、あーっと、どういうこと、簡単に勝てるゲームじゃないのこれね。おかしな流れになっている。よしよしよし、追加点追加点、えいせいせい、これで再び2点差にすることはできたね。今日2打点ですわ。ただちょっと怖いよ、まだ勝ってないからね。おーんで最終回ピンチ作るのね。沢村くん抑えて帰りましょう。もうお願いします。いらんからピンチ、ピンチとかいらんから、ピンチとかいらんから、追いつけよ。オーケー、重信よく追いついた。長野だったら無理だったね。5対2でカープに勝利ですわ、イエース。ただ菅野がちょっと予想外でしたね。もうノリノリですから9回までいけるかなと思ったら6回投げて2失点。まあね、いいピッチングには変わりないんですけどね。で、今日は阿部に注目してみましたが、その阿部でね、打てたっていうのはいいですよ。この初戦勝てたのは大きいですね。それも阿部を使ってホームラン打ってっていうのはね。オム林がノリノリ、ファーツ、なんでだよ、急やね。二軍に落としてる選手なんですけどね。いやでもノリノリになってるんですから上げた方がいいんじゃないのこれ。これまでの防御率は9点台ですけども、期待できそうですよ。山口一旦落とすわ。あー、まあ休養としてね。さあ一戦目はまぐれかなんか知らんが勝つことはできたが、二戦目そういうまぐれや奇跡なんてないからね。実力で勝つしかない試合だ。今日は調子の悪いメンバーが多いですね。先発の田口も調子悪いですが、今日は君に決めた。ほんで蝶の復帰も調子悪いですけど、スタメンで使っていきましょう。今日の一試合はですね、チームがチャンス&岡本の打席、この岡本がノリノリですからね、に注目して一試合戦っていきたいと思いますのでね。さっき以上に厳しいゲームになることは間違いないですから。でもそれを乗り越えていかないと、その先の勝利はつかめないからね。楽な勝利なんてないよ。広島ほどの戦力揃ってたプレイヤーの俺、何もしなくても勝てるかもしれんけどもね。このペナントで優勝するためには、もうこの戦力で優勝するためには、もう自分のね、プレイヤーとしての実力、それが一番大切になってきますから。下手なまんまじゃ優勝なんていつまでもできませんから、ここからちょっとでも上手くなってね。巨人の勝利貢献していきましょうよ。ああ、早速1点入るか。早いな。でも大丈夫。すぐ取り返すんだ。ああ、もったいない。ミス、ミス、ミス。軽く外野運べた1球だ、今のね。もったいなさすぎる。ああ、三振だ。やっちまったな。打てそうな球はちらほら来てるんだけど、打てなかった。さあ、岡本でぶっ放すか。まあこの男で久々のホームランっていうのもありだしね。ただここは抜けていったわ。オーイエス、ヒットね。さあそこからチャンスを作っておくれよ。来たね、広がってる。さあ長野さん、恥をさらす長野さんも見たくないからね。どういう形であれチームに貢献してお願いします。オーイエス、これ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 。さあ岡本も帰れ。これは野間の肩がいいが、まあそれでもセーフですね、同点。いやー、ようやく長野でやりたいことができた。大丈夫、もうゲッツーマン長野はいないからね。アヘアヘゲッツーマン卒業ですわ。ここからアヘアヘチャンスでウツーマンになりますわ。素晴らしいぞ。さあこれも、うわ、ショートの頭超えない。あー、捉えるも正面だ、残念。まあでも1点は取ったんでね、まあ田口次第だな、ここから。あー、で2点目取ったのはこっちだ。よーし、勝てるぞ勝てるぞ。まだまだ打つどん打つどん、勢いがあるどんあるどん。お、これも強い打球も、うん、正面か。
いやいや、でも捉えられてるわ。いいね。おでチャンス、ここはまた広がってる。で、重信の打球はレフト前に落ちるとか、そういう奇跡とかないんや。だから丸がなんで毎回レフトなんだよ。クソ腹立つわ、本当ね。センターで使えや、本当。守備力一番高いやつはお前レフトにいいんじゃねえか。あの辺の打球が一切落ちねえ。いや、でもそれ起用法としては合ってるってことだよね。丸以外のレフトだったら落ちてる可能性もあるんだな。あー、クソが本当ね。センター方向狙えばいいんで、鈴木はそんな守備能力高くないよ。範囲もそんな特別広くないの で守備で自滅する可能性もありますからね。積極的に狙いたいんだけど、なかなかできないよね。これもね、ミートはあって し完璧に捉えてはいるんだけど、正面だ。さあどうだ。いや、もうあとね、9回抑えるだけで勝てますので頼むよ。最後は沢村で、の前にまたこうやってチャンスは来ますから、そこで取れるやつが強いし、ナンバーワンだ。進塁打でランナー三塁もツーアウト。それではバッターまた岡本もある。調子の良さを見せてくれ。1安打のみだよ。シングル1本で納得するようなバッターじゃないでしょ。そういうバッターに育てるつもりもないよ。お、ここも今日ミートポイント合ってるんだけどね。くっそー。いや、こういう問題はいいよな。ああ、タイミングも合ってるし、まあ、ミートポイントも合ってるので。何が原因で。あ、わっ！あらら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 。ナイス！はいはいはい、こうなっちゃう。やっちゃう。ね。一岡くんがこっちにいれば。ね。勝ってたやんや、9回ね。沢村くんですね。はい。今季2敗目ですね。阿部に今季10号が生まれた。それはいい。2試合連続続けてね。素晴らしい。でも負けりゃそれも意味がない。9回に3失点許すか。やっちゃったか。期待してたんやけどね。沢村くん、どういうことね。で、尻拭きに出たね、オム返しは抑えてくれてますから、やっぱ調子の良さもあるな。ノリノリになったんで、上げて正解でしたね。ただ、沢村くんが打たれた。誰かが良くなったと思ったら、誰かが悪くなるんだ。その繰り返しですから、次は誰だろうね。次、誰が良くなって、次誰が悪くなるんだろう。ある意味楽しみだよ。こんな負け方しちゃうのね。はい、もうマジか38になってますから、もうリーグ優勝、絶望的まで、あと少しですね。うん。最後の試合、広島に勝ち越すことはできるのか。やりましょうよ、ここまで来たらね。いや、これもう一回菅野行くわ。もう菅野国士ごめんね、許してね。ゲームですからね。それで怪我したら本当うち暗黒になるんですけどね。真っ暗になります。光何もなくなりますが、もう行きましょうよ。菅野体力もね、まあ投げれる状態なので、この広島に今季初の勝ち越し、ここでできたらかなりね、価値としては大きいですよ。うん、ぜひともそれしたいもんね。ただ調子の悪い選手が揃ってる。今日は菅小葉で OK だな。宇佐美外してね。で、阿部も打ってますから、もうさっきの試合同様ね、あ、もう阿部と菅野で勝つって感じで、チームがチャンス&阿部に注目してね、やっていきたいと思いますので、3試合連続のホームランを打ちつつ勝ちましょうよ。行こう。18回戦目の戦いで勝ち越しなるか。なるんです。大丈夫だ。なせばなる何者も。今ここでね、取って勝つんだよ。はい、はいはいはい、送りバントは、おい。よし、ペアだね。えいっす。さあ、助かりましたわ。今のね、感じだと、エルドレッドがちゃんと補給してたら、サードアウトになってた可能性もありますけど、助かったね。ヒヤッとしたがさ、ランナー三塁に確実に送れたんだから、送ったら返さないとね。で、あ、返しちゃったね。大丈夫大丈夫。イエース、1点。もうこの1点で菅野な、勝てそうな感じあるが、まあ、わかんねえわな。阿部で3試合続けてのホームラン打ちましょうよ。京セラドームでもね、また大きな花火を咲かせる。今季10号到達しましたから。おーん、捉えてはいるが。いや、でも捉え始めてきたね。さっきの岡本からもそうですがね。ちょっとまた打撃の調子が戻ってきた感じがするな。はい、で、このピンチ来るのね。オーマイガー、オーマイガー、嘘でしょ。乗り越えたいんですけど、菊池はバント成功でランナー2塁3塁。全力で抑えますよ、当然の話だ。絶対にやらんわ。
せっかく人が必死になって1回から取った得点無駄にしていいわけねえだ。抜けないね、大丈夫。菅野の守備範囲、守備力だね、補給能力 の、 タス、の高さに助けられた。もうここはね、石原ですけど敬遠です。もう次のピッチャー確実に抑える方選択します。賢く生きていきましょう、うん、勝ち越すためにはこういうことも必要だ。ブーイングされてもいいよ、人に笑われてもいいよ、結果勝つのはこっちで、笑ってるのもこっちだから、よろしくね。次の矢部が確実に抑える。まあ別にこれはね、うちだからってことじゃないと思う。みんながこういう選択をするでしょうね、当たり前の話だよ。野球というスポーツを知ってたらこういう選択しないやつが笑われるんだよ。しっかりと抑えましたね。オーイエス。まああれに石原が打ってなかったらわかるんだけどね。うわー、でもこれちょっと待って、また2イニング続けて何やってんの。ほんでまたランナー3塁に進塁してるじゃないですか。さっきは下位打線だから防いだものも、ここからクリーンアップだぜ。乗り越えるしかないんだよね。乗り越えた先に勝利があると思うので、鈴木誠也まず一つ抑えて行きたいが、まだ抑えたね。これで2アウト、よしよしよし。ただバッターエルドレッド、もちろん逃げることなんてできないからね。次はもっと怖いバッターがいますので。ただね、あの1試合目地方球場で打たれたあの特大のファール、あれがちょっとね、今頭の中でぐるりぐるりと映像として流れてるよ。嫌な感じだね。追い込めば簡単、よし追い込めば簡単。見ててスライダー、ほらねほらねほらね、追い込むまでが非常に難しい。また積極的に振ってくるバッターですからね、なおさら怖さが増すっていう。ここもなんとか抑えたが、危ないね。菅野を見てる感じ、またいつ失点してもおかしくない感じだね。うわー、もうなんで雨でこんな凡退しちゃうのよ。3試合連続なんでこんなん出るわけねえぞお前。菅コバのコバで取りたいが、相手の守備の補給能力も高いな。抜けないのか。まあ今の抜けてたとしても菊池がね出てきてるでしょうね。おい、うまいバッティングだ。さっきからこういうバッティング目立つよ。なんかね、大好きなやつ、大好物。もうこれだけでご飯3杯いけます。それくらい進むやつやね、ご飯が。素晴らしい。おい、でもそこからチャンスは広がらずに、来るのはピンチ。またもノーアウト。今日のピンチ全部ノーアウトじゃねえか。またこれ抑えないとダメなの。きついわ。うわー、またこれ進塁打になるしね。これはちょっと、でもやるしかないね。あ、ここで代打岩本で、次石原、矢部田というとこですよね。いや、一塁にランナー埋めて石原をゲッツーで抑えるとか、そういうの狙っていくの正解じゃないですかね。え、そっちの方がよくね。おう、あ、でも石原も、いや、なんか個人的にね、逆境にも強いし代打適性も持ってるんで、今能力爆上げ状態なんだよね。調子もいいですから、かなりミートもでかいと思うので、ここはちょっとやっぱ勝負避ける感じだね。石原と、まあ、その石原のところで代打送ってくるケースもあるけどね、まあ、もしくはダイソーかね。どうだろう、来るか。いや、来なかったね。この石原をゲッツーで取るのがうちからしたら理想的なんですけど、どうだどうだどうだ。はい、理想的、ありがとうございます。今ノリに乗っとるからね、こういう流れにもなるんだよ。一球で仕留めたわ。センキュー、ボッテボテ、チャ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 ーンス、イエーイ、勝ち越せるぞ広島相手に。いけるいける、頼むよ。さあ、あと1イニング。またでもこれ最終回でちょっと何か起こりそうなんでね、取らないと。また同じことの繰り返しじゃダメだからな。さあ、蝶野さん、よろしくお願いします。もう言ったでしょ、アヘアヘゲッツーマン卒業したから、アヘアヘチャンスで打つマンになってますからね。ここでもそうだよ。なんとか当てろ当てろ。三振はなしだ、ゲッツーもなしだ。三振、あーいやー、岡本でカジキ返して取りたい。取らなきゃ。大丈夫、盗塁なんてしねえよ、できねえよ。そんなんでチャンス潰さねえ。やらねえっつってんだろジャクソン、こっちに集中しろ。これはお仕置きが必要だね。バッター岡本なんて眼中になしって感じだわ。怖いのは坂本なんだね。ならいいでしょう、見せてやる。ファールね。おいやおいです、こんな結末はなしだ。最初、もう最終回抑えてもらいましょう。ピッチャー誰、誰、菅野くん。あ、もう最後まで菅野ですね。守備固め送るのもなんならありや。でもこれで OK でしょうね。最終回抑えてよ。
ウェーイ、総裁で勝利ですね。菅野を酷使した結果勝利いただき、これで広島戦今季初の勝ち越し。もうリーグ勝できなくてもええわ、今季初の勝ち越しできただけでもね。とボコボコンされましたから、菅野で。いや、ほんと今日はよく俺も抑えたよね。4安打の完封ってなってますけどね、ノーアウトのピンチが3回来てるんですからね、9回のうちにね。それ乗り越えた俺に拍手でしょ、ほんとね。よく耐えたよ、これ。菅野くん今季8勝目、薮田今季3敗目ということになりましたね。今日入って唯一の得点は、ね、1回のファーストゴロの間の得点っていうね、まあ、チャンスはありましたが、その後点は取れずというゲームになりましたが、勝ち越せたのでもう何でもいいです。勝ち方とかどうでもええわ。はい、OK です。なんかもう悔いはないって感じ。いつでもリーグ優勝の可能性がゼロになってもいいね。で、橋本がノリノリではなくなる。おかしくね？むしろね、ようやくカープに勝ち越したんだから、ここからノリノリになって笑顔になっていかないとダメなので、ここに来て急に冷めるやつ、逆だろ、どう考えてもね。いや、非常にね、価値あるゲームをね、プレイすることができました。1戦目5対2で敗北、2戦目ね、これ、2戦目だってね、沢村打たれてなかったら勝ってる。スイープもあったっていうね、もうたらればにはなるけども、いや、でもあそこまで9回まで勝ってたんだからね。まあ、野球ってあそこからが難しいのね。まあ、でも結果勝ち越しでいけましたから、まあ、勝ち越せたのは菅野のおかげですけどね。1戦目と3戦目こうどっちも菅野を使うという現実ならばあってはならない、勝ったとしても批判されるような起用法でしたけどもね。まあ、でもここはね、目先のカープに勝ち越すというね、勝利をちょっと欲しかったので、まあ、それもあり酷使しましたけども、まあ、菅野は体が強い子で全然怪我しない方ですからね、こういう酷使も全然大丈夫ですからね。はい、じゃあ今回の動画これにて終わりにして、次回は7月の29日から始まる横浜2戦からまたスタートということになりますね。で、これもうね、今回の動画で首位にマジックが点灯しましたから、ほんでうちとのね、ゲーム差も 32.5、 ぶっちゃけあと数試合やって負けが続けば、もうその時点でリーグ優勝がね、なくなるという、もしかしたら次回の動画でね、リーグ優勝の可能性がゼロになることもありますけども、まあなんとかね、少ない可能性を信じて、ここからね、カープン勝った勢いのまま、もう全ての試合連勝でいけるようなね、そんな感じで快進撃していけたらなと思いますので、次回の動画も楽しく見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださった皆さん、ありがとうございました。グググググバイ、またおう。